新洋東新族級クラブは、中華人民共和国の両年賞新洋史を本拠地とするサッカークラブである。中国サッカー、おつきゅリーグに所属する。1999年、三等省、西寧市にて、西寧級居留族級クラブとして創設される。西寧級居留は2000年から2004年まで、おつきゅリーグに所属した。2005年、 石膏省ネーハシ時計市を拠点とする、電化製品会社の基地電機有限講師が、最年級居留を買収、ネーハ時系中標属級クラブと名称が変更になる。2008年、信用金特の調査士への移転に伴い、信用氏は、新たなサッカークラブを設立することを決意。年の初めに、信用等新集団社長の王新はじめと、信用誌体育局が共同で、 新洋東新族級クラブを設立する。しかし、すでに2008年のオつきリーグ参加申請期間を過ぎておりそのままでは2008年からのおつ級リーグ参加は不可能であったため、おつ級リーグに所属していたネーハ中票を吸収合併し、おつ級リーグへの参加を可能にする。目標は8年以内の超級リーグ優勝とした。おつ級リーグでは北区で優勝。 昇格プレイオフでも関東美の泉を破って優勝、高級リーグへの昇格を決める。2009年、ホームスタジアムを新洋オリンピックスポーツセンタースタジアムに移転する。2012年2月23日に、フフほとし体育局と2年間の契約で、ホームタウンの内モンゴル自治区フフほとしへの一時移転に合意し、クラブ名も新洋東新属級クラブ。 ふふほと等身体と変更になる。2013年7月、新用紙に再移転チーム名を、カズヒロト等身体から新用等身体に変更した。現在スポンサーを務めている製薬会社の新用等身集団が、クラブ名の由来となっている。ありがとうございます。